はい、どうもこんにちは、カトロです。クワトロチャンネルに珍しくゲストが来ていただきましたということで、今日はですね、まあ俺のチャンネルのガチ勢対談を見てる人ならおなじみだと思いますが、オイラーイモニ会の団長トモジさんと、あとオイラーイモニ会のペットのセイユさんに来ていただきました。ようこそお願いします。よろしくお願いします。トモジです。よろしくお願いします。セイユチでございます。ということで、まあ、ワトロチャンネルでは一回出演したことがある人たちなので、まあね、初見っていう風な方もいるかもしれませんが、あれだね、俺が所属している団が、オイラは芋に会っていう風な団なんだけど、そこの団長がトマジさんで、で、自分が副団長で、で、まあ、セイフさんも、まあ、ペットっていうけど、まあ、大体副団長みたいな感じで、そうだね。そう、一応団を運営しながらやってるんだけど、まあ、とうとうね、まあ、セイユチさんはもうチャンネル登録者数が2500人ぐらいいってるんだけど、まあ、団長のトマジさんもね、とうとう1000人いったということで、いや、おめでとうございます、本当に。いや、ありがとうございます。マジで来ましたわって感じ。ありがとうございます。まあまあまあ、自分だけの力ではないからな、これに関しては。どんぐらいかかった ?1000 人行くのに。まあ、実際のところ動画を上げたりとかはちょくちょくしてたんだけど、それが上げ始めたのが大体4月過ぎぐらいかな?ちょっと、その去年だね。あ、去年の5月14日に登録って書いてあるわ、うん、ああ、じゃあもうちょっと遅かったんだね。で、そうそう、そっからまあ動画ちょくちょく上げてたんだけど、爆発的というか一気に伸びたのは、そうやな、やっぱクワトロとのガチ勢対談がやっぱ一番の主だな。いや、でもあれかなり伸びたからね、正直。いや、伸びたし面白かったよ。地獄だったけど地獄まあ、そこはね、土を隠さず言うよ、俺は。まあね。あれ、本当にね、いや、ガチ勢対談はね、うちのチャンネルの目玉企画になってるんだけど、あれ、本当に、あれなんだよね。その属性を本当に好きでやってる人が対談相手じゃないと成立しない企画になってるから、あれ。そうだね。やっぱ、相談するにしてもさ、自分で考えた編成じゃないとダメじゃん。そうだな。パクってきたら、ね、意味ないからね。かつ、早い編成は前提じゃん。うん。あ、まあ俺グイーンいなかったっていうのが全ての過ちの始まりだったんだけど。あ、そうだね。そうそうそう、だからそれなりにグイーンいないでもなんとかなるんじゃないかって試行錯誤するのマジでしんどくて。まあ声優さんも通った道だからな。声優さん一周回ってあれだったけどな、何も追加されなかったっていう事件を何も追加されなかったからこう話すことねえなーみたいな。いやー、一応なんかハロウィン、あ、そうだね、リッチがね、うん、フルオートで使えるよっていう風なのしか言えなかったよね。あれもあれで結構再生されたけどね。ブランドでしょ、クワトロの。さすがクワトロさん、ありがとうございます。いや、俺もう1万人以上いったからな。あ、天狗になりやがってよこの野郎。まあ、ということでね、全員収益化で足並みが揃ったということで、てか、なんか一つの段にさ、あの収益化してる YouTuber が3人いるって結構ないだろ、こんなの他に。あ、まあ一人一人とかね、そもそもその YouTuber さんが段を作ったりとかはよう話聞くんだよな。その YouTuber さんのところに YouTuber がたくさん集まるみたいなのは聞いた時ないよな、正直に。そうだね。そもそもの話だけど。まあ今回は、まあ団長がやっと1000人いったから、まあ1000人おめでとうみたいなところの趣旨ではあるんだけど、まあ、今回この2人を呼んで動画を撮り始めたのはちょっと理由があって、そう、これ視聴者さんとかね、多分知らない、一回も話したことないから多分知らないと思うんだけど、そもそも声打ちさんが動画投稿してて、で俺が動画投稿し始めてみたいな順番なんだけど、でトマジ団長はそもそも動画投稿とか何もしてなかったから、うちで団長業務をずっとやってたから、まあ俺の一応その狙いとして、その YouTuber でチームみたいなのを作りたかったのよ。グラブルってさ、配信とか動画ってソロになりがちじゃん、どうしても。まあそうだね、やっぱそこら辺はなりがちだわな。うん、確かに、ちゃうね。そう、直接の PVP とかでもないし、なんかチーム戦をするっていうのは、まあ、6人マルチとかだったらけど、そんな頻繁にやるわけじゃないし、だからなんかね、その人と他の配信者とか、なんか誰かと一緒にコラボしながら頻繁にやれるみたいな環境があった方が面白いだろうなっていうのを俺ずっと思ってて、それでそもそももう YouTube 活動やってる声優さんと、なんかやれそうな団長がそこにいたから。わあわあわあ、やれそうだったってだけだけど。そう、やるぞみたいな。そう、おいら芋煮会でチーム作るぞみたいにして、団長けしかくまくったっていう背景があったんだよね。そうだね、そうだね。まあなんだかんだ行きつも団長もやっと1000人とね。動画をまあ、上げてはおるけど、配信メインだったからさ。で、まあ実際あれやん、3人全員スタイル違うやん。いや、そう、全員違うんだよね、マジで。そうだよね、クワトロは研究系統のやつやって、
誠一さんはどっちかっていうとネタ系統が多かったりとかそういう感じかな。誠一さんは結構高難度系強いからね。ディアスポラとかさ、あの無限に動画の編成作ってるからさそうだね。だからあの今やってるのが無限と、ジークとディアスポラ、その3つか動画は。まあそうだからね、全然みんなタイプが違うから、もうなんか逆に面白いなみたいな、誰とも被らないし、うん、みたいな。まあということで、まあここであれよ、なんかそもそもチームを作ったっていう風な経緯もあったから、やっぱね誰かが収益化してない状態で企画を進めちゃうと、そういう人だけただ働きになっちゃうから、あのそこの足並みをずっと合わせたかったんだよね、遅ればせながら私登場しましたよ。いやそうだからね、もうここでねチームっていうものがやっとここで形になったからね、もうなんか実際に企画進めていきましょうみたいな回ですよ今回は。そうだね、やっとやっとだからね、これでね3人で行動する意味合いもプラスアルファで含まれてくるね。いやそうなんよね、まあ、それでなんかいろいろなんかな、最初にそれを思いついてから時間も経ったから、まあ、どういう風にしようかなみたいな考えてたんだけど、うん、あの、はいはい、誠一さんのチャンネルでさ、あの芋煮ラジオっていうのをなんか年末とかにやったじゃん。あったねあったね、やってましたね。そうで、なんかあれもさ、どうやって継続していこうかみたいな結構悩んでて、なんか話とかもしてたじゃん。うん、そうだね。そう。だからそれを、なんかいい感じに使えたらいいなってちょっと思ってて。うん。で、そう、あと団長もさ、あの前に、団運営講座みたいな。そうだね。そう、だから団、結構 YouTube で編成とか、なんかそういう風な動画を扱ってる動画って結構多いんだけど、なんかね、気空団の所属の、仕方とかさ、どんな団を選んだらいいとか、あと団長はどういうところに気をつけてその団員の管理をしていったらいいとかさ、そういう動画って全然ないと思ってて、まあ難しいからないやそう、うん、難しい。でもあれ俺らはさ、もうここがさ団の運営陣だからさ、もうそういう企画もできるなって思ってるんだよね。うんうん、まあまあまあ確かに確かに、やろうと思えば全然できるね。いやそうだからさ、もうこの機会にその今まで普通の人たちがやってたグラブルみたいなそういうものじゃなくて、もうなんか普通のグラブル動画と違った企画でちょっと芋に変えみたいなチームでやっていきたいなっていうふうに思ってるんだよね。はい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 、なるほどね。そうだからなんかそこでその声優さんがやってたトマジラジオじゃねえや、トマジラジオ、芋にラジオ、芋煮レディオね、芋煮レディオ、うん、そう芋煮レディオみたいなところで合わせて企画したら面白そうじゃね。まあ確かにね、実際ねやっぱ自分も配信多かったりするから、まあそれこそやっぱ動画もやるけど生収録とかしてみんなの意見聞きながらとかね、うん、それもやったりも面白そうだし、やっぱいろんなやり方あると思うね。確かに、まあだから団長のチャンネルでなんかあの企画で落とし込めたらさ、なんか芋煮会の格好がつくじゃん、はいはいはい、一応団長だから。まあ一応団長だから声がでかかったなさっきいや誇らせていただくよ、一応団長だからそう我らが団長だからね。ああそうだよ、声がでけえ団長だよまあどんな感じしていこうね。まあやっぱさ、団っていうことを考えると団長目線っていうとさ、実際めちゃめちゃ少ないんだよね。うん、だから難しいなっていう反面はあるし、でもまあ団長がどういう風に運営したったらいいかって団長はすごい気になると思う実際のところ。うん、俺も他の団とか気になるんだよね、うん、なんだけど、まあ団長って気空団に、まあ A 団だったら8000人しかいないから確かにな。だからそれだったらね、まあ、団長がどう思ってるとかな、俺が思ってることっていうのがあったりするわけや団長として、うんうん、まあグラブル団長はこうやってみんなグラブル楽しいと思ってほしい、楽しんでほしいよみたいな感じとかあったりするから、うん、まあ、そこら辺発信できたら俺の団長としてはすごい嬉しいよ。団員に向けての発声みたいな、俺はこう思ってる、みんなも団長はこんなに大変な思いしてるんだ、だからみんなで楽しんでいこうぜみたいなちょっと熱く語っちゃったわ。いやもう出だしでカオスな気しかしないマジでいやでもなんかね、まあ、そういうね、せっかくこのチームで3人いるから、うん、まあ、ここで一塊になって一つのコンテンツ生み出すみたいな、マジやっていきたいね。別にね、ダンもそうだけど、それ以外でもね、3人でやるっていうんだったらいくらでもね。よし、じゃあもうやるでいこう。もうダン、じゃあ団長のチャンネルでやろう、これは。じゃあ OK、 俺のチャンネルで、うん、まあ3人で何かをやる、うん、そう、芋煮レディオね、芋煮レディオ、芋煮レディオ、トマジチャンネルでやる。 OK、 俺のチャンネルでイモリレディオをやる
その話の中身は、あれだな、まあ、その段運営の仕方だったりとか、まあ、なんかここはもうなんかあえてね、なんかフリートークみたいな感じで。そうだね、まあそれこそね、うん、まあこのクワトロの動画を見てくれてる人、まあいくらでもコメントとかマシュマロとかね、自分たちでもいいし、質問投げかけてくれればそれ引っ張っててもいいよね。いやー、待ってます。待ってます。あれ、なんか2人ともマシュマロやってんだっけ。ん、質問箱、これ質問箱をやってて結構返してるよ俺は。あ、私はマシュマロで時々見忘れます。どうすかな、一応じゃあ、まあ、多分この動画 の、 あの概要欄に、まあ、3人の YouTube チャンネルとか Twitter のリンク貼るんだけど、まあ、そこにマシュマロとか質問箱のリンクも載せとくわ。ああ、うん、そうだね、うん、でも、もう誰に出してくれてもいいわ、あの聞きたい人に書いて。ああ、であればね、クワトロのこの動画を見ましたとか書いてくれたら残しとくわ、ちゃんとこの動画用にあの質問爆速で返しちゃうからそれあれだろう、テレビ番組でさ、あのなんか料理のお店とかに紹介されさ、この番組見ましたって言って来たみたいな、そんなノリだろう。いや、もう割引でしょ割引、割引、割引、そうだな、うん、おまけもつけちゃうわ、そしたら。あ、おまけつくの、ついでに俺が余計なこと言うとか。おまけの意味が違うんだよな。おま余剰ではあるで、打足的な、うん、そうだけど、 そうじゃねえんだ。いいじゃん、もうなんか俺のチャンネル結構固めになっちゃってるから、もうどうしてもなんか知らない、なんか知らんけど、まあまあまあ意図せず固めになってる。なんかこの編成ちゃんとやる、この編成ちゃんと作るみたいな、別になんかそんなね固くやるつもりなかったのに、なんか固くなっちゃってるから。いいじゃん、もうなんかやるでいいじゃん。いや、そうなんよおもろ、俺ら芋に会、おいらは芋に会、 YouTuber3 人で何かやる。そうだね、クワトロのその検証が大好きというその武器の強さとか技巧確定とか、いいんだよ、 80% 確定なんだよ俺のチャンネルで一度も飛び出したことない言葉出たね。もう実質誤差だから、そんな感じですね。ええ、うん、え、打足今のまあまあ水属性はちゃんとやるけどな。いや、他の属性もやるけどさ、ね、okay. 動画はちゃんとしてる。まあ団長のチャンネルライブ配信メインだから、まあ、動画とかがあって面白そうだし、まあ、1000人記念でね、その企画を一つやっていきましょうみたいな話だね。そんな感じか、いい感じに収まったよ。うん、いい感じや、いい感じ。まあということで、はい、まあいい感じになんかやっていくっていうことが今決まったので、概要欄にね、その、まあ、1000人行ったばかりの友達チャンネルと、あと、まあ、ひょっとしたらお世話になってる人も結構いるかもしれないんですが、声優チャンネルのリンクと、あと、ツイッターとか、そういうの載せとくので、ぜひそちらからね、あの、遊びに行っていただいて、チャンネル登録とかしてもらえると嬉しいんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、チーム、オイラー、芋2回、正式発足の会を取り行うという動画でした。また見てくれよな、じゃあな。アディオス。また見よう。